死に最も近い場所。でも伝説に歌われる地獄や冥府とかじゃない。ただ単に血脈が入り乱れているだけの場所だよ。深呼吸して、私についてくれば大丈夫。装備、この模様どこかで見たような。決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。じゃいけない存在だから。なんて言うんだっけ、儀式か。その流れで出てくる単語じゃない気がするんだけど。冒険者協会の冒険者は物置が得意だよね。適切なもの。
わからないな。周りとか前の方を調べてみようぜ。ここはさっきと同じところじゃないか？そういう風にすることで勝手に入ってきた人を驚かせて近づけさせないようにしているの。もう変なものは出てこないよな。うん、あとはここから飛び降りるだけ。会場へ。私たちの目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのがわかるから。あなた方は客人？すみません、めったにお目にかかれないもので。フータオさんが連れてきた人たちみたいですので私も安心しました。この場所は何もなく、おもてなしはできませんが。ランケイと申します。ここである人を待ち続けて、もうどれくらい時間が経ったのかもわかりません。待つことは気が遠くなることですが、散歩をしたり、他の人と話をしたりすれば、少しは気が楽になります。待ち続ければ会えるのでしょうか？それとも会えないのでしょうか？もしあなたにも大切な人がいるのなら、ここで待つなんてことはしない方がいいでしょう。私は待つことしかできませんでしたので。新入りか？奇遇だな、俺もだ。こんな綺麗な景色が広がってるなんてな。俺はてっきり暗くて寒くて方向すらわからない場所かと思ってた。ここは気持ちを整理するにはもってこいだ。もともと期待していなかったからかな。そういえば最近張さんに会ったか？あいつか。もうそろそろだと言ってたのを聞いたよ。それはいいことだ。これからあいつはどこに行くんだろうな。気になるなら
わしたちも行ってみるか。また今度な。今もう少しここにいたい。行こう。また怪盗祭の時期か。いつの日か塔を見に行けたらいいな。塔がなくても願い事はできるよ。お母さんが教えてくれたの。大声で願いを言えば将来きっと叶うって。大声で？それは恥ずかしくない？誰かが先にやってみんなが続けばお前も恥ずかしくなくなる。そうだそうだ、ショーゴ先にやってよ。僕はいつの日か食べきれないほどのご飯とお菓子がある大きな料理屋を開く。毎日ジョジョジーが食べられるように。それだけかよ。笑うな。そっちはどうなんだよ。もちろんお金を稼ぐことさ。たくさん商売をしてたくさんお金を稼ぐ。お金があれば何でもできる。そうだな。お金があればあの高いおもちゃ箱だって買えるんじゃないか。買うなんてもんじゃねえ。一人一個ずつ、いや一人何個でもだ。じゃあ父が大商人になったら私はお金を稼がなくてもいいってことね。いやいや、お金を稼ぐのは大変なんだ。俺だけに頼るなよ。私は大きな名称の塔を作りたい。小塔作りも学びたい。将来は最も腕の立つ職人になるの。そうだね。そうなったら林栄校に行かなくても小塔を飛ばせる。それでモーとロー兄貴は？僕は、あ、一番肝心なところで消えちゃったぞ。懐かしいな。あれが俺たち5人の揃った最後の怪盗祭だった。時間が経ってみんなこんなに大きくなったんだね。あの時言ってた願いは叶えられたかな。3人に会ってきて、それぞれ自分を象徴するものをもらってきたぞ。ショーゴは料理人に、キキは大商人に、ソウシは小刀職人だ。そうなんだ。あの時言ってたことはずっと俺たちの心に残ってる。何が何でも叶えるという約束だ。とりあえずこの塔を飛ばそう。ちょっと空気を読んであげてよ。彼らが話してる間は遠くでそっと見守りましょう。空気が読めないってお前に一番言われたくないじゃん。もうはすでに境界を越えた人間だからこれでいいの。前にも言ったけど、往生堂が最初に行ってたのは葬儀じゃなくてお医者さんみたいな仕事だった。魔人戦争の時期は死体の山、おびただしい数の霊、蔓延する疫病、すなわち死が私たち聖者の世界を蝕んでいた。その時に往生堂ができたの。弱々しい人間という身分で長い時をかけ死を追い返した。大きな代償を払ってきたみたいだな。それからまた長い年月が経ち、リーユエコーは栄えた。人々は名誉とモラを追い求め、やがて狂気に達した人が死の遺産に触れた。魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という自滅と死という終焉でもあった。それからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い境界を保てるようになったの。そのおかげで
あなたたちが見た今のリーユエコーがある。今の往生堂と私もね。ダメ、あなたは本当に好奇心旺盛だね。忘れないで、知らない方がいいことは知らない方がいい。どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら何も知らない方が楽だけどね。この時代は恵まれてるよ。生と死がこんなに平和に寄り添ってる。こんなの当たり前じゃないんだから。そろそろ時間だね。行こう。彼らを始まりと終わりの地へ送らないと。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所。適当につけた名前だから気にしないで。